おはようございマッチョ、フォルテです。シャキーン。本日はフォルテ先生からのお知らせです。私、ジュニアオンラインピアノコンクールの審査員をさせていただいているのですが、今年もそちらのコンクールの審査員を務めることとなりました。このコンクールは全国各地のみんなが誰でも、オンラインから参加可能となっているコンクールです。第3回目を迎えようとしています。第1回、第2回もたくさんの方にお申し込みいただき、本当に盛り上がりました。そして、先日第1回第2回の方と優勝者記念コンサートをしてきました。そちらの写真はこちらです。このようにオンラインコンクールで応募いただいて、で入賞者の方とは僕たちと一緒にコンサートができるというとても豪華なコンクールとなってます。素晴らしい先生方から好評がもらえることがとても注目していただきたいポイントです。予選審査では3名の素晴らしい先生方に審査していただきます。本選審査では5名の審査員の先生方に審査をしていただきます。もちろん僕が入っております。予選に参加された方は皆様、予選審査員の方の好評がもらえますので、皆様のいわゆる勉強の励みになると思います。何が自分の課題なのか、きちんとアドバイスがもらえるコンクールとなっておりますので、自分を高めていくことを目標としていただきたいなと思います。そして、まあ僕たちと一緒にコンサートができたりとか、あとは大きなトロフィーは一応もらえるということですので、すごいモチベーションが上がるかと思います。そしてやっぱりね、みんなが思ってるのは、私は、まあ、地方だからなかなかコンクール受けにくいとか、都会の方でも日程が合わず受けにくいっていう方のために出来上がったコンクールでもあります。オンラインで参加できるということがすごいね、皆様の挑戦しやすいポイントかと思いますので、ぜひともチェックしてもらえたらなと思います。このコンクールはオンラインコンクールですけども、最終的には入賞者記念コンサートでリアルにつながることができますので、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。皆様の挑戦楽しみにしております。ピアノの先生、保護者様、ぜひともご協力よろしくお願いいたします。予選の期間を発表させていただきます。2022年6月1日から7月4日です。こちらの期間中に皆様の動画を提出していただいて、お申し込みを完了させてください。これはもう本当に自宅で撮った演奏動画でも大丈夫ですし、ホールで撮った演奏動画でも大丈夫です。審査員の先生方が、皆様にアドバイス、そして公表させていただきますので、皆様気軽に挑戦できるかと思います。去年の、まあコンサートの様子だったり、あとはどんな方が入賞されてるのかっていうのをぜひともチェックしてもらいたいので、概要欄にですね、ジュニアオンラインピアノコンクールの YouTube も、貼っておきますので、ぜひともチェックしてもらえると皆様の参考になるかと思います。ぜひとも一緒にコンサートできることを楽しみにしておりますので、僕も必ず会場にいますので、皆様に直接感想とかも言えますので、まあこのコンクール受けて入賞者記念コンサート一緒に出るってことを目標に頑張ってもらえたらなと思います。それでは皆様、ご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。